どうもこんばんは、ゴシックヴィンテージの井下と大本です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、ちょっと僕の方にあの、はい、お客様から DM をいただきまして、はいはい、なんかあの井下さんよく帽子かぶってますけど、なんかスタイリングとかあのどんな風にいつも合わせてとか考えてまあ組んでやってるんですかみたいなちょっと質問をいただいたので、はい、ちょっとまあ動画にというか、まあ、実際気になってる方も結構いらっしゃるかなと思いますんで、あの被り物多いここ2人で、そうですね、ちょっとあの動画1本撮ってみようかなと思っておりますけど、はいはい、ということで、はい、まあ、早速そうですね、大体出勤すると多分この2人はなんか被ってないとか、はい、多分インスタ見てくださる方も知ってるかなと思うんですけど、まあ、大体なんか被ってると、大体何か被ってる、はい、YouTube 見てもなんか被ってると、そんな2人かなと思うんで、なんなら前見たことあるやつまた被ってる、そうですね、ずっと同じ被ってるみたいな、そう、そんな感じの2人だと思うんで、早速じゃあ喋っていきますか。はい、はい、ですね。そうですね、まあ、僕結構この形の、まあ、いわゆるハンジング帽っていうのも結構かぶるんですけど、はいはい、なんかあの結構クラシックなスタイリング、まあ、例えば、まあ、フォーマルのいわゆるジャケットとか、うん、まあ、今着てるワークジャケットとかもそうなんですけど、まあ、いわゆる年代的に言うと、まあ、50年代より前の、はいはい、まあ、本当フランスのいわゆるワーカーみたいな感じの格好をするときに僕結構このハンジングをかぶるんですけど、うん、まあ、本当になんか時々こうお客さんでいるのが、なんかこういうクラシックな洋服スタイリングいまいち自分に合わないような気がしてみたいな方いらっしゃると思うんですけど、僕も以前そうだったんですよ、うん、あの結構あのいわゆるアンティークのサックジャケットとか、ああいうあのパンツとか好きで持ってたりしたんですけど、なんかあんまりしっくり自分に合わないなみたいなのがあった時に、結構頭とか割とあの、まあ、顔 の, あの合う合わないもちろんあるかもしれないんですけど、そこは置いといて、あの髪の毛とかも結構いわゆる近代的な、はいはいはい、あのパーマスタイルっていうか、うんうん、まあ、昔の感じじゃなくて、あの本当最近の感じの頭のスタイリングしてたら、やっぱりこう顔から上のこの部分と、うんうん、あの首から下のこのスタイルの位置ですかね、はい、がしてないと意外と着た時にあれなんか違うなみたいな、うん、あのもうスニーカーでそういうスタイルをスニーカーで外すとかそういう以前の問題で、はいはいはい、あのここが違うと、ここの頭から上違うと全然スタイルとしてこうなんか完成しないっていうか、しないなっていうふうに僕もあの最初結構悩んでたっていうか疑問に思ってて、じゃあどうしたらいいんだろうなと思って、あの昔の人のいわゆるファッション誌じゃないですか、はいはいはい、なんかこう普通に酒飲んでたりしてるとかの写真撮ったり、うん、昔の人の写真をこう見た時にやっぱこういう帽子かぶりもね、やっぱ向こうのしてる人多かったり、うん、まあ、それこそ頭こう七三分けにちょっとカチッと決めて、うん、こうスタリング組んでる人とかも結構いて、そういった時にこういうやっぱハンチングもやっぱりまあおじいちゃん、ほぼおじいちゃんみたいな人かぶってる感じがあるんですけど、はいはいはい、意外と探してみるとこうなんだろう、割と若い人向けでとかでも全然売ってれば、いわゆるハンチング帽っていうのがあって、ちょっと僕もかぶってみようかな、最初ちょっとかぶってみて、はいはい、でかぶったらまあやっぱ最初は若干違和感あったんですけど、あ意外とこうスタイリングとして馴染んでくれるし、かつこういうワークジャケットとかそういうの着るときも、はいはいはい、まあ、意外とバチッとハマったなと思って、うん、やっぱそういう年代にこう年代とかこう雰囲気に合わせるじゃないんですけど、まあコスプレまではいかんくとも、まあでも最初ぶっちゃけコスプレしちゃっていいかもしれないです、はいはいはい、個人的にもうコスプレしちゃって、うん、見ると意外とこうスタイルとしてしっかり帽子もハマるかもっていうので、うんうんうん、まあ一応このハンチング僕結構好きで、で、まあ、今これ手に持ってるのはちょっとウールの茶色い、まあ季節で言うと冬、秋冬向けにはなっちゃうんで、はいはい、あんま最近はかぶってなかったんですけど、このあたりももうほんとおじいちゃんとかよくかぶってそうな、うんうん、ゴルフ帽みたいな感じの帽子とかなんで、はいはいはい、なんかこのあたりは結構好きでかぶってるかなっていうのはありますけど、大本さんどんな、僕はどちらかというとここ2人ちょっとまあ系と近いところもあれば全然違うところもあるってちょっと難しいんですけど、そうなんですよ、入り古着のなんか入り結構話してたら似てるんですけど、もう後からこう、そう全然分かれてっちゃったみたいな、そうなんですよ、結構井下さん今話してくださったように、まあ、クラシックなスタイリングだったりとかっていうのに、まあ、最後仕上げにちょっと合わせるっていった合わせ方が得意なのかなと思うんですけど、僕まあ普段からあんまりクラシックなスタイリングそんなにしない身であって、でしかもちょっとどちらかというと、まあ、シティ寄りというかちょっとタウンユースしやすい洋服を結構好んで着る傾向にあるので、僕はどちらかというとスタイリングの外し
に使うことが多いです。もうまさに今日もちょっとそういうスタイリングなんですけど、まあこういうちょっとボタンダウンシャツとかちょっと下あまり見えないかなと思うんですけど、まあちょっとセンタープレースが入ってるなパンツにスニーカーなんですけど、まあそれでちょっと外しでもうこういうニットキャップっていった形で、一応こういうこれ自分の私物なんですけど、ベレー帽なんかもまあ昔の動画とかでも、まあ、最近でも全然かぶったりはするんですけども、まあこういったちょっとクラシックな帽子は今井下さんが言ってたようにちょっとクラシックなスタイルの時に、まあ割とポテッと合わせたいなっていう時なんかに使うことが多いかなってやっぱり僕も思っていて、まあ、こういうニット帽とか、まあ、こういうキャップだったりとかっていうのは、まあ、外しに使うことが僕は多いかなと思います。なのでほんとちょっと綺麗めなパンツに、はい、まあグランパシャツとか、まあ、こういうシャツとか何でもいいんですけど、でちょっと綺麗めなアイテムだったりとかにキャップでスニーカーみたいな感じでちょっと一気に崩しに行くみたいなスタイルの時に、個人的にはこういうキャップ系は便利かなと思っています。あんまりこれはインスタにも上がってないんであんまり印象ないと思うんですけど、ミッキーのミッキーのキャップ、ちょっとこういうキャップだったりとか、はい、あの企業キャップみたいな、ちょっとアメリカの、そうですね、シンプルなちょっとなんか適当に文字だったりとか絵だったりとか書いてあるっていってキャップなんかも僕は好きだったりするので、まあこういう別に今日のスタイリングにちょっとこういう感じ です、ね、はい、別にそのまま馴染みます。そうですね、はい、ちょっとこれで、はい、今日リュックで来てるんですけど、ちょっとこれリュックで、はい、っていう感じの、まあもうタウンユースそうですね、シティなタウンユースできるようなスタイリングなんかで、まあ合わせてあげることが多いかなと思います、はい、まあちょっとユーロヴィンテージお好きな方だと多分結構こう井下さん側というかクラシックな、そうですね、クラシックなスタイルに合わされる方も多いかなと思うんですけど、まあ、こういうちょっとユーロヴィンテージ着つつ、まあ、タウンユースだったりとかちょっと他のファッション的な目線で違うファッションしたいなっていった時に、まあ、僕みたいな形でちょっと外しとして合わせていただくっていうのはすごいいいんじゃないかなと思っております、はいはい、あと今日僕もう一個実はもう一種類か、うん、もう一種類の方持ってきたんですけど、これ普通にフランス軍 の、はいはい、バケットハットで、これも動画で何回か着けてたことがあったんで見たことあるよって人多いかもしれないんですけど、この辺も僕バケットハットか、僕結構よく被るのがハンチングかもしくはバケットハットのどっちかで、なんか頭の形とか、まあスタイリングかな、はいはいはい、スタイリング的にあんまりキャップが僕苦手なんで、うんうんうん、逆にこうキャップを被らないんですよ、はいはいはい、なんかバケットハットを被るときは、まあ基本的にでも季節的にはやっぱ夏が割と多いかなっていうので、T シャツとか、はいはいはい、それこそプリントティーか、プリントティーとかに合わせて着ることが多いんですけど、あとはグランパシャツでも、はいはい、どっちかっていうとこうフェミニン寄りな感じのやつ、うん、まあグランパシャツからあとスモック、はいはいはい、ギャザー入ってるインディオ、うんうん、まあインディオリネンとかのあたりのスモック、チャージスモックとかを着るときに、あえてこうちょっとメンズっぽいっていうか、はい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 、バケットハットでこうまあミリタリーっぽいというか武骨な感じを頭の上にスコンって持ってくると、うんうん、あんまりこういわゆるファッションがレディースっぽい感じしてても、はいはいはい、あんまレディースに見えない、うんうん、バランス取れるみたいな、バランス取れるみたいな。まあ、僕もそれでちょっとバランス調整、外しではないですけど、はいはいはい、バランス調整みたいな感じで、うん、体でレディースに持ってきすぎたなと思ったら上からこうメンズかぶせるんで、はいはいはい、そういうので僕バケットハット結構かぶるかなと、うん、今日1個しか持ってきてないんですけど、はいはい、もう1個ちょっとネイビーのやつとかもあったりして、そのあたりはこう色合いとか、あとあんまりミリタリーの格好をしてる時にこれスコンって上に持ってくると、うん、どうしても本当軍人みたいな感じになっちゃうんで、そういう時にまあ、うん、こうネイビーの方の普通のいわゆる、まあ、よく見るシティのシティ寄りのバケットハットをちょっとかぶってあげたりとかをするかなっていう風な感じですね、うんうん、そうですね、まあ、結果として本当仕上げに使うか、バランスを取るために使うか、もしくは外すのに使うかっていった、まあ、大体その3通りぐらいが多いんじゃないですかね、なんとなく、まあ、っていう感じで、うん、なんか帽子は意外とこう敬遠されてる方いらっしゃると思うんですけど、はい、特になんかフレンチワークとかなんかそっちの、まあ、アンティーク系がお好きな人はぜひぜひこうなんかハンチング帽は実際1個あると割とスタイリング綺麗にまとまって見えるかなと思いますし、それこそこうちょっとシティ寄りのというか、うん、まあ、スラックスにスニーカー履いてちょっとそういうスタイリングが好きだよって方はこうちょっと大本さんに言うというか、はいはい、そうですね、外しの、はい、外し寄りで
あのちょっと挑戦してみていただいたら、うん、まあ1個あって損は全然ないと思う。まあそうですね、はい、僕らなんか多分1個どころかですね、もうだいぶだ僕もあの来るときちょっと若干数えてたんですけど、はい、多分あの8個ぐらいあったんですけど、あ、そうですよね、はいはい、なんか全然それこそあの、うん、服装に合わせてもうそれでハマっていただいたら服装に合わせて、うんうん、あの個数も結構持ってて、そうです、ね、いいかなとは思うので、はい、ぜひぜひあの挑戦してみてください、はい、であと実はちょっと今ふと思い出したんですけど、はい、あのキャップとかまあこう被り物の最大の利点として、はい、朝が楽なんです。ああ、そうですそうです、それありました、はい、朝がめちゃくちゃ楽なんで、僕もなんだかんだそれで被り始めたところあるじゃないですか。はいはいはい、そうなんですよ、はい、僕もやっぱどうしても今髪の毛伸ばしてるってもあるんですけど、まあ、基本的にやっぱどうしても朝濡らさないと寝癖って治らなかったりするじゃないですか。めんどくさいじゃないですか。めんどくさいです。そういう時にまあもうめんどくさいしかぶっちゃえみたいなのができるっていうのが、ね、こうかぶり物の最大の利点かなって。かぶるともうそれだけで完成する。あ、そうです。頭乾かして持ち上げてみたいな。あ、そうですね。僕も結局なんか頭セットしようと思って、せっかくこの間、うん、ついこの間あのバーバーに初めて行って、はいはいはい、あの短くして、はいはい、結構かっこよく決めてもらったのに。うんうん、あのそれで実際つけたの1回しかない確かにそっから結局ずっと帽子かぶり、そうですね、そのかぶってないスタイル見ないですよね。見ないですよね。だから多分そのバーバーに短くしたのもあのあんま知らない人って、はいはい、感じなんで、うん、ですね。ちょっとぜひ朝めんどくせえなっていうちょっとめんどくさがりな方と、あとちょっとなんか物足りないなった方はぜひ、はい、チャレンジしていただければいいんじゃないと思います。はい、ということで、はい、あの今回の動画、まあ、ちょっと参考になったなという方は、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はいはい、であとはちょっと今回はあのお店の商品をご紹介したいので、特にオンラインショップなんかは別にあの覗いても帽子なんかはないので、まあ、帽子なんかに合いそうなお洋服がたくさん置いてありますので、ぜひぜひチェックしていただければと思います、はい、であとは僕ら2人のインスタグラムの方もぜひ、はい、チェックしていただければと思います。よろしくお願いします、はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。じゃあね。